岐阜県立高山高等学校は岐阜県高山市にあった高等学校。2005年に岐阜県立飛騨農林高等学校と合併し、岐阜県立飛騨高山高等学校となる。旧岐阜県立高山高等学校の校舎、校地は飛騨高山高等学校の岡本校舎として用いられている。本校の前身となる対象、昭和戦前期の高山高等女学校についても、 言及する。本校の源流となる学校としては、大正期に設立された高等女学校が挙げられる。第二次世界大戦後の学生改革の中で、新生高等学校、高山女子高等学校となるが、間もなく、小学区制に基づく学校再編が行われ、飛騨農林高等学校と合併して、高山高等学校となった。1957年に、 高山地区の高等学校の再配置が行われ、職業化を中心とする飛騨実業高等学校が分立し、高山高等学校は普通科を中心とする高校になった。なお、この時の再配置では、飛騨高等学校から一部学科が両校に移されている。飛騨実業高等学校は、その後飛騨農林高等学校と高山工業高等学校に分立する。 戦前の学校を起点とすれば、高山高等女学校が高山高等学校に、日だの林学校が日だの林高等学校に継承されたとも言える。2005年、高山高等学校と日だの林高等学校が合併し、岐阜県立日だ鉱山高等学校となった。ありがとうございます。